タマウサの世界の旅インルーマニア始まるよ。こんにちは、みんな。今日は特別な旅に出かけよう。不思議な国ルーマニアをタマウサと一緒に冒険しよう。ルーマニアってどんなところかな、タマウサと一緒に見てみようね。ルーマニアに着いたよ。わあ、綺麗な城がいっぱい。ここはドラキュラのお城があるんだって。でもね、実はドラキュラって架空のキャラクターだよ。でもお城は本当にあって歴史がいっぱい。そしてルーマニアには美しい山々があるんだ。カルパティア山脈って言って、とっても大きい山だよ。自然がいっぱいで綺麗な花や可愛い動物たちが住んでいるんだ。お次は美味しい食べ物の紹介。ルーマニアの人たちはスープをとっても大切にしているんだ。その名もチョルバ。いろんな野菜やお肉で作るんだって。お腹が空いてきちゃったね。いかがでしたか。ルーマニアはお城や自然、美味しい食べ物がいっぱいの国なんだね。タマウサもとっても楽しかったよ。みんなもルーマニアに興味を持ったかな。僕と一緒に次も新しい国を旅しよう。もしタマウサの世界の旅が好きだったらチャンネル登録してね。そうしたら次の国の冒険も一緒に楽しめるよ。このチャンネルでは大人気タマウサの世界の旅シリーズをはじめ、子供の成長に役立つ絵本を毎日配信中。タマウサとお友達になって楽しくお勉強しようね。そしてまだチャンネル登録してないお友達はすぐに登録、いいねでタマウサを応援しよう。またね。